すごいやりがいだな。確かに。わかる。重労働すぎてね。いや、わかるよ。だって、取りに、竹を取りに行って、うん。で、それを。取りに行ってて、その竹も、だから、注文せえへんの。竹やぶに取りに行く。取りに行く。自分で切る。うん。そっから。してくれるとかあって。うん。で、竹もあの、太さある。あ、あるあるある。うん。うん。で、あ、自分で見て。そうそう。あ、そう。それも、ちっちゃいやつやったらこの尺八が入るんじゃなかったらあかんから、うんうん、太すぎてもあかんし、うん、細すぎてもあかんし、うん、確かにだから節もちゃんとついてるやつ、うん、節の間隔もあの長すぎず短すぎずみたいな、うん、それ選別めっちゃ時間かかる、めっちゃ時間かかるでしょ。そこから時間は思った味滑るで、でそれ全部あのカットしていって長さ切って、うん、やる、ああそう。でもそれ例えばあの傷がどうだの、色のツヤがどうだのとか、そんなんはニス塗ったりする？ない。今年生えた竹。おお、うんうん。それも後で分かったことやけど、うん、こうなんか粉みたいな、うん、口に、うん、それが今年生えたので。もう知らんかった。うん。うん、分かんなきゃいけない。うん。それで作る。新年はそれ作らなかったって、どっかが聞いて、それも律儀に守ったと。時間かかる人はかかるし、そうよ、こだわりすぎやわ。やばい、うん、それをじゃあ何本ぐらい毎年切る？何本やろう、作るのが、うん、大きい、ちっちゃいけど、まあ、うん、尺のあれが一番ちっちゃいけど、うん、全部で20つ20つ40個40個40個っていうことは、えかける3よ、120本。うん。やば。切りすぎや。え、じゃあ、その竹やぶって相当もう山の中から取ってくるってこと？そう。一日仕事。半日かな。半日でいけるんや。うん。すごっ。それを、それタダで切らしてくれるの？うん。へぇー。これも、石材伝いで、うん。まあ、ここは切っていいようで。うん。竹やぶってやっぱ切らなあかんみたいな。おうおうおう、切らんともどんどん赤くなってくるから、じゃあお互いにありがとうみたいな。そうそう、へえー、それいいね。うんうん、だからまあ切ってきて、うん、いやでもめんどくさいね。俺やったらやらんけど。もう、ね、さっき言うように言われたら断らんようにしてる。ああ、なんかドツボにハマった、そんなことないよ。いやそれちょっと良心的、まあ、うん、ちょっと良すぎるね。うん、うん、だから普通はそんな花屋さんめったにおらん。普通は、ああ、それよそ言ってくださいねっていうレベルやから。でもまあ、勉強になるね。勉強にはなるけど、うん、ちょっと、いい話やからカットします。思ったんや。これがもう、日にちが、うん。しかも年末のくそ忙しい時でしょ、うん、やっぱ。12月早かったら今度旅が決まんなあかんなと思う。うん。12月入って、うん。気温見てすぐに行って、うん、分けて、もう15日ぐらいからなんとか組み始めて、うん、ギリギリかな。で、その間に、うん、生け花の、うん、納品が始まるから、それまでなんとかなんとか。そうやんね。ギリ。自分で追い詰めてるみたいな。やばいね。やばい。しかもだって、仕入れもせなあかんやんか、うん、で門松作らなあかんやんか、うん、で販売もせなあかんわけやんか、うん、でまあ正月用のだから門松だけじゃないんさ、アレンジ作ったり、うん、なんかそういう正月セット作ったり、うん、なんかもうあれもせなあかん、これもせなあかんっていう中に門松それ20つ40つ、うん、作りすぎ。まあ多分これカットされてるから何の話かみんな分かってないと思うけど。あ、そう、あの仕事は宇都宮さんがまあ、うん、あの仕切ってちゃんとアレンジとかセットとか、うん、あのパックするやつとか、うん、はしてるから、まあその時だけはまあ中も全然ノータッチでできるぐらいかな。あ、う、あ、ん、てタランの仕入れなあかんのとか、うん、あと器タランやつとか、うん、発注せなあかんとかはするけども、うん、でもちゃんとわーってみんな慣れてきてるからね。うん、最初の頃こんなまでいかんかったからもう、
じゃあ、おりちゃんも奥さんも両方ともレベルアップしていって、うん、こう、だんだん軌道に乗ってくると、だんだんちょっとゆとりもできて、うん、それが40歳になったと。そういうことやね。そう。まあ、確かに、まあ。今年は何かなと思ったら、うん、あ、やっぱ来たなぁ。おー、うん。すっごい。まあ、それを作るって、よっぽど、探求心がないと、うん、羽根さん側もできる、うんうん、でも一番出てくるのこれじゃないよ、汚いよ、朝やね、松もなんかカリカリ、そう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 、で松とかも上開いとったらおいみたいな、わかる、ハオタもなんかこれにってこの小ささみたいな、ああ確かにね、バランス悪いの美味しい、うん、やっぱりそのハボタンってもう何て言うの、直径何センチやね、直径で言ったら30やんね、うん、30ぐらいで紅白でバンバーンって下にあって、うん、まあ松竹梅になってます、うん、まああわよくば何点であるとか、うん、まあそういうさっとあれ切り花でいく、あんま入れてないな、竹が入っとるからいいかと、ああ、うん、竹入れてもそれで松竹、あ、うん、梅の、うん、コケボク、うん、切り花で買ったやつ、そうそうそう、ぶっ刺す、うん、うん、いいかな、どんだけ、まあ、門松は、松はもう、うんうん、言うたら、競りにメーターね、うん、メーター。1.6、1.7。そうやね、だいたい5から8の間よね。確かに、その選ぶりによって決まるけど。うん、あと、近くの神社で、うん、その竹と、松、うん。うん、ハボタンを用意してほしい、うん、自分だけ作るから、うん、やっぱりその世話人たちがみんな高齢になってきてるから、うん、竹の用意できない、最初竹は自分だけ、うん、神社の裏はもう竹やぶやから、うん、切ってやってたけど、うん、もう養成とか言って、うん、だからもうえそれまで仕上げで門松セット自分でお作りセットそれを納品すると、そうそうそう、切った状態で、あ、切った状態で切ってあげるんや、うん、あと組み立てるだけでも、あ、それノコギリで切る、斜めカンナでバー、電動カンナでバーって削る、おお、え、最初切るのは何で切る、今電ノコ、電ノコで、電ノコで切って、うん、でカンナで削る、そうそう、へえー、シュカってこうならんから、うんうん、最初これどうやってやるんかなって、うん、で市場で聞いたら特殊なノコ使ってるらしいよとか言って、うん、特殊な残ってないとホームセンター行ってもなんか分からん、うん、多分何十万もするやつやでとか言って、おう、そうなって、まあ確かに切り口バリバリ綺麗やもんね、あれね、カンナで削って後で自分でカンナで一回削ってみよう思って、うん、テレビ見たから、うん、なんか獅子おどし、うん、カポンってな、うん、あれちょっと斜めになってるのを、うん、作ってるのたまたまあのカンナでカタカタカタってやってるのを見て、うん、まさかの情報がテレビっていう、一回自分でやってみよう思って、うん、やったらうまいこと言った、え、何やカンナでやってんの、何が特殊なのかやねん、あーなるほど、みんな知らんのかあーそうなの、そこにたどり着くのに5年ぐらいかかる5年だ、自分で手での斜め、角度は、うん、まあ無理よね、無理な話よね、うん、うん、最初の頃はだいぶ時間かかったね、そうやね、あとこう切りがちょっと甘いやつとの結構作ったりもして、うん、で3つ合わせたら こっちが違うなとか、うん、最後の多分全部違うね最初はなんかバシッてこう揃ってるのあとの頭が松で隠した、ああ